イレオンチャンネルです。ウルトラマンアークのデラックスアークアライザーを紹介しましたので、今回は基本武装のデラックスアークアイソードいきましょう。ただこれなんで最強なりきりセットを持ってきたかっていうと、このセット版のみアークアイソードが先行発売されて、単体発売はもうちょい先なんですよね。第1話から本編登場しましたし、このように顔の前方から出てくるんだよね。アークアイソードなんで。ただこれを使っての攻撃もめちゃくちゃかっこよくって、しかもアークキューブ対応だし、おもちゃとしても全長50センチっていうザングラソフトと同じレベルからの多色発光っていう、バンダイガングの技術の粋が集められてる感すごいっすね。ではレビューしましょう。こういう風に目に当てるからクリアパーツで透過できるように気を使われてるとのことでしたよね。大きいな、大きいな。そしてキラッキラのプリズムでこの辺が表現されてんだ。さすが全長50センチはもはやデラックスガングレベルじゃない全長。ああなるほどね。これでこうやってシュワッチみたいな感じで見られると、でかっ、すごいよこれ。もちろんそれ以外もアークアライザーとかアークキューブ入ってますけど、こちらレビューしたんでアークアイソードを詳しく見ていきましょう。こうやって見ると向こうが透けてるのがよくわかりますね。でここに3列ピンがあって、アークアライザーと同じ向きでキューブが入ると。でキューブが入るとウルトラマンアークのポインター的なね、ここの柄と同じ形状になるんだよね。これすごい。こういうのもかっこいいんだけど。でもね、とにかく、大きい。だってさ、メモリアルで70センチとかだから、デラックスで50センチだからね。およそ自分がウルトラマンアークになりきったような全長のサイズってことかな。まあ、本当に全長が長いと言っても、最近おなじみのデラックスの大ボリューム感のある剣武器になってて、ほんとザングラソードと、全く一緒。デュアルソードと比べてもちょい長ぐらいで、今回もしっかりサイズあっていいね。同じ神秘の力のアイテムってことで、シルバーとレッドの配色も似たような感じになってて、ブルーのクリアパーツも大体一緒で、アークキューブのプリズムシールがこの辺に使われてる感じだ。アークアイソードを全体ぐるっと見回すとこうで、後ろ側のボタンを押すことでキューブが外れるギミックは変わんなくって、これがキューブがはまってない標準状態ね。本編でもこれでシュワッチで出現しておりましたが、グリップ周りはここトリガーがクリアパーツなんだ。この辺もクリアパーツが使われつつ、ウルトラマンアークの目の部分がありつつ、ブレードも全部軟質のクリアパーツ。なんかこの辺もあんまり他ではないようなカラーリングだね。で、こう見ると向こう側が見えますから、アークのように目に近づけても OK で、スピーカーがあって、ブレード周りはプリズムシールと塗装とブレードで表現と。ここが LED 多色発光して、しかも剣先まで光ってる風になるんでしょ。電池蓋があって電源オン。単体では斬撃と必殺が発動できて、さらにキューブ連動で多色発光なんだって。全長はしっかり長いけど意外と重さはね軽め。じゃあ電源オン。あ、なんかザングラソードの進化版。何これ、ほんと剣先まで光ってんじゃん。こっちでほらできなかったやつ。じゃあ単体斬撃、リレー発光すごいね。ニオンループ。で、長押しで必殺。はい、爆発音も入って、アークソードフィニッシュね。多色リレー発光は歴代最高品質じゃない？
すごっ。単体としてはこの2つのモードで終わりですが、ここからあらゆるアークキューブに対応しているということで、アークアライザーについてくるデラックスアークキューブ連動いきましょう。交互になるんだ。そして水色発光がおそらくここのクリアパーツと連動してるからになってる感じかな。トリガーを押すと、同じサウンドか。何度でもキューブ連動必殺を鳴らすことができると。そしてキューブセット状態の見た目はこうで、キューブはめた状態で長押しすると、単押しと変わんないですね。特にサウンド分岐とかはない。キューブ超勢いよく出てくるね。これがモード O、 想像力を解き放て。サウンドモードに切り替えたとしても、セット時にパッと光るのいいね。連動サウンドはあくまで一種類だ。ちょっと暗くしてさ、発光見よ。電源オン。剣先発光マジやばい。なんとなく光るとかじゃなくて、明確に剣先まで光ってるね。あ、プリズムが反射するんだ。単体必殺。あ、さっきの青よりキューブカラーに合わせた水色発光だ。発光連動はないわけね。ここに発光ユニットないもんね。っていうのが連動のすべてですが、これが何色？多色よ、虹色、白、水色、オレンジ、青色、赤、ネイビーかな。で、ライトグリーン、グリーン、イエロー、これが薄めのオレンジ、ダークパープル、パープルと。パッケージ横には13色が載ってますね。驚異の多色発光。いや、こういうのをさ、実際買って遊んでると、たった 1,2 年でちゃんと進化していくんだなっていうのを改めて感じるね。ほんとザングラソードのイズムを受け継ぐみたいな、そんなイメージだけど、光り方がバッチリ進化しておりました。明るくても虹色発光わかるもんね。いや、やばいよこれは。食玩とかガシャポンで発売しまくるアークキューブを早く連動させまくりたい。以上、ウルトラマンアークデラックスアークアイソードの紹介でした。